今週も始まりましたおしゃべり J サタデー、米澤優香です。田口英子です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。英子ちゃんと私今日ね洋服かぶってるんですよね、うん、そう、下のスカートがロングのプリーツスカート、ちょっと柔らかいシフォン素材のね。私はドット柄、白地に黒い点点点点点がいっぱいついてるんですけど、優香さんは無地のねちょっとまあアイボリー的な色でございますが、やっぱりこういうあの軽やかなスカートは春に重宝しますね。そうですよね、春らしいファッションかなと思います、うん、また水玉は今年流行るんですってよ。そうなんですか、よかった。そう、なんかそのエコちゃんが今履いているちっちゃい水玉柄でちょっとランダムにほら水玉が入っているのが今年トレンドっていう風になってました、うん、よかった、正解、まあ、あのちょっとね朝の番組で紹介しましたけどね、私紫のスカート買うか黄色のスカート買うかで、まあ悩み優香さんにも相談したぐらいですからね。そう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 、でちょっと後悔してたんだけどね。そう、もうね、でも紫色のスカート履いて優香さんにも会いに行きましたしね。あ、似合ってたよ。よかった、ね、最初黄色を買おうとしたのに店員さんから紫勧められて紫買っちゃったけど、やっぱり黄色が良かったんじゃないかなってずっと悩んでたもんね。そうでね、あの買ったにもかかわらず優香さんに黄色と紫どっちがいいですかって今から買う風な質問をしたんですよね。そしたらね優香さんはね、私ちょっと黄色って言っちゃったっていうね。そしたら私がもう紫買ったんですってなってね。ごめん英子ちゃんって。いやいや、紫もさ秋にも履けるしさ大人っぽくていいよっていう、このフォローの大変なこと。本当ですよね。でもね似合ってました。ありがとうございます。素敵でした。やっぱり春はあの新しいお洋服欲しくなるし、買うとウキウキしますよね。さあ皆さんは今年の春どんなファッションでお出かけするんでしょうか。またゴールデンウィークも近づいてきましたのでね、こんなもの買いましたなんていうのあったら教えてください。ではここから25分間今週もおしゃべりーズサタデーにお付き合いください。この番組は女性のための女性専用ホットヨガスタジオ、スタジオティピー、踏み間違い防止機能がついた新型カローラ登場、トヨタカローラ大分、大分市元町、フォルクスワーゲン大分中央、信頼のファブ千代町総合鉄鋼株式会社、 T ジョイパークプレイス大分の提供でお送りします。おしゃべりーズサタデー。本日のゲストをご紹介します。宇佐市にあります清松総合鉄鋼株式会社から清松義雄社長にお越しいただきました。ごきげんよう、よし清松です。よし清松です。ごきげんよう。もうドクターコパですみたいに、よろしくお願いします。いい気を送ってくれそうな清松社長なんですけども、またお召し物がね社長、この何ですか、はい、シャツはあのね、シルクなんですけども、あのドルガバって知ってますか？名前だけは知ってます。ツルツルシルクのワイシャツですね。そうですね。いや素敵だなと思って、ここから光り輝いて見えるんですけども、いや今日来てびっくりしたんだけど、赤と黄色だから僕青着てくればよかったと思って。赤信号ね。我々の洋服がね、今日私赤のセーターということで黄色のセーターでね。次回はじゃあちょっとなんか色が合うように。でも社長今日ネクタイがちょっと紺なので、はい、なかなか青で合ってると言えば合ってますね。そんな楽しい清松社長なんですが、前回登場いただいた際には社員旅行で韓国に行くというお話だったんですけども、もう行ってきたんですよね、はい、この前行ってまいりました。お帰りなさい。全員連れて、釜山ですけどね行ってきました。社員の方何名で？全部で21名連れて、はい、皆さんずっと一緒に移動して。そうですね、はい、で旅費などは会社が、もう全部会社負担で行かせていただきました。しかも旅費だけじゃないですよね、食事代とかも、もう当然ですね、はい、いや、もう社員の皆さんはお小遣い、自分が欲しいものを買うためのお金のみで行けるという、うん、そうですね、いや今時こんな太っ腹な会社はないんではないかなと。バスで会社の前まで、マイクロバスが来まして、マイクロバスで帰るまで全て、バスもう親切ですね。至れり尽くせり なパスポートだけ持ってればもう大丈夫って、ね、はい、ほら太っ腹と言ったら私たちもねいっぱいお土産もらいましたもんね。そう、私たちが韓国旅行に行ったんじゃないかぐらいな想像を超える量のお土産をいただきまして本当にありがとうございます。ございました。ミニカ聞くのはどっちでしたっけ？はい、私です。そうです。
番組でね、英子ちゃんが耳かきフェチって昔言った話を社長が聞いてくださってて、あの耳かきをねお土産に入れてくれてましたね。もう本当に気遣いのできるそんな清松社長です、ね、あの以前ハワイに行こうね、35億貯めてハワイに行こうっていうお話もありましたけど、はい、もちろんじゃハワイも当然あのマイクロバスで会社の前まで迎えに来てくれて、迎えに来て会社の前まで送っていきますんで、いやいやもうこんなね夢のある会社で皆さんぜひ一緒に働きませんかっていうことですよ。本当ですよね。で、あの釜山に行ってる間になんと奥様の結婚記念日がやってきたということで、そうです、ね、3月28日が会社の創立記念日でもあるんですけども、僕ら夫婦の結婚記念日でもあるんで、創立記念日をのために、海外旅行したんですけども、実はその間に、女房との結婚記念日が入ってしまったという、入ってしまったという。ちなみに何回目なんですか？31回目になりました。31回目。いや本当に仲良しなんですよ、ね、奥様も素敵で、でその奥様との結婚記念日を社員皆さんで、そうです、ね、みんな社員みんなの前で、女房と女房にの肩に手を置きながらエリーを熱唱しました。エリー、愛しのエリーをね。そうです。そしてあのエリーのところをどう変えたんですか？ヨコマイラブソスイもうお茶目、ね、奥様のお名前ヨコさんですからね。これラジオに言ったら怒られるんじゃないかな。あのね、社長は年に4回奥様にプレゼントを送るという、もうそれはもう本当に結婚してる間ずっとですね。ずっとなんですよね、はい、お誕生日、はい、結婚記念日ですよね、であとはクリスマス、クリスマス、あと一つ何でしょうっていう、あ、これ来週までの宿題です。あららら、考えておきます。誕生日、結婚記念日、クリスマス以外奥様に何か贈り物をする日、ホワイトデー、ホワイトデーは違うでしょう。そうか、僕はもらう方、ね、もらう方お菓子だから、ね、それは県外です。僕の誕生日と か、あのホワイトデーとか、僕はもらう方の時は全部県外です。付き合い始めた日、あ、すごい、来週まで持ち越さずに行けました。付き合い始めた日を覚えてるんですか？初めて会った記念日なんですね、実は。ちょっともう結婚したい。ロマンティック。いやもうこんな素敵な社長さんがいる会社、そしてね社員みんなであの社長さん夫妻の結婚記念日をお祝いするという、なんともアットホームな会社です。僕がエリー歌ってると社員みんながこう列ができてて、僕と女房とこう握手をずっと一人ずついいですね。想像できるでしょ。いや本当に清松総合鉄鋼株式会社社長さん夫妻も素敵ですけど、社員の皆さんも素敵ですね。そうですね、はい、もう本当に恵まれてます。いやいや、ね、素晴らしいと思います。ぜひ一緒に働きたい方、そうですよ、今ね社員募集中ですから、募集してますので、ホームページチェックしてください。そうですよ、はい、社員になったら一緒に旅行行きますしね。あの今日の、はい、あの2人の洋服とか、あの私今言ったドルガバのワイシャツとか、私のホームページに載ってますんで、あ、見たい方はね、見たい方は今日お写真撮りましたんでね、ぜひぜひファッションチェックも清松総合鉄鋼株式会社のホームページからしてみてください。それではここで一旦 CM です。はい。娘が最近ゴルフに興味があるらしい。ようやく共通の趣味ができたかと突き合わされた場所は大分市元町のフォルクスワーゲン大分中央。車のゴルフね、ニューゴルフ、いい車じゃないか。娘もなかなか趣味がいい。ニューゴルフは大分市元町フォルクスワーゲン大分中央。あ、最近あの子綺麗になったよね。笑顔が綺麗なあの人はヨガをしていました。あなたのライフスタイルにヨガを取り入れてみませんか？まずはお気軽に体験レッスンを。女性のためのホットヨガスタジオ、ヒッピー。あなたの暮らしをしっかりお守りいたします。よっ、踏み間違えます。自動サポートブレーキ。ついにカローラにもインテリジェントクリアランスソナーが搭載可能に。より安全になった新型アクシオフィールダーをご体験ください。詳しくはトヨタカローラ大分で。に続いては社長お願いします。ヨッシー清松のちょっとだけいい話。あのね、
まあ、先月ですかね、あの例の成功の反対の話で、うん、ちょっと好評だったんで、はい、ちょっとコーナー化しようかなって。いや、あの社長博識でもありますから、うん、ちょっとだけと言わずいいお話いろいろと持ってらっしゃるんですよ。あのね、毎月1回あの、その月の最初の朝礼の時にはちょっと時間作って、うん、まあ、こんな話をずっとするんですね、毎回やってますんで、じゃあもう社員の皆さんだけではなく、うん、FM 大分をお聞きの皆さんにいいお話してください、はい、社長、今回のちょっとだけいい話何ですか？じゃあ、あの、まあ、お二人に、質問ですけども、決心ってしたことありますか？まあ、決心を決める、うん、ちょいちょいはね、まあ、長く生きてますので、ちょいちょいしてるでしょ、うん、そうですね、あの進路を決めるというか、そうそうそう、決心しない日の方が少ないぐらいの、あ、まあ、ちっちゃい意味で言えばそうかもしれないです、うん、あのよく決心でよく使いますよね、うん、でもその決心がずっと守られたら多分みんなとんでもないことになってるんですよね、うんうん、総理大臣ぐらいみんななってますよね。そっか、決めたことをちゃんとこなせていったら ね、すごい知識を身につけ、うん、上に上り詰めていくことできますよね。それがそうならないのはなんでかっていう話を今日はしようかなと思って、怠けちゃうから。いや、あのね、決心することが間違ってるんですよね。お、ね、どういうことですか？あのみんな例えば、まあ、高校受験生とするでしょ。受験生は何を決心するかって、明日から勉強するぞっていうことを決心するんですよ、うんね、うん、だからよく女性ブロガー書いてる、なんか美味しそうな食べ物をずっとこう写真アップして、うん、一番最後に明日からダイエットするぞって決心する。これは私知ったことじゃありませんか？聞いたことあります、ね。まあ、必ずそういうふうに、うん、あの小さな決心毎日していくんだけど、うん、なんで守られないかっていうと、ワクワクしないことを決心するからなんですよ。あ、確かに、こう自分に何か課題を課すというかね、うん、そうそうそう、そういう決心です。今エコちゃんを見てしまいました。もう表情がもうラジオでよかった、ね、そうなんです、ね、あのね、決心することってのは、まあ、あのそれを持続させるためにはワクワクすることを決心するべきなんですよね。あ、でも本当確かにワクワクすることを決心すれば、 それを叶えるための苦労は苦労じゃなくなるんですよ。うん、でもみんな間違ってるのは、決心することが、途中の、苦しいことを決心してしまうから、それが長続きしないっていう。わー、それをこうワクワクするものに変えるにはどうすればいいんですか？そうですね、だからワクワクする、例えばうちの兵庫の35億って、うん、ハワイに行こうっていうの、うん、僕にとってワクワクするのは35億売ることなんですよね、うん、だからそれは僕は決心できるわけですよ、うん、でもうちの従業員誰も35億売ることに対してワクワクしないじゃないですか。うんうんうん、35億売り上げ上げたって自分たち何がいいのみたいな話になるでしょ。だから僕は35億売ることに対してはワクワクするから僕は決心できるわけですよね。それを持続できるんだけど、うん、その従業員にそれを決心させるためにはハワイに行くぞをつけないといけないわけですよ。ワクワクする、それがついてると社長はちゃんと自分だけではなく社員の皆さんがワクワクできる付加価値というものを用意してくれるっていう太っ腹さですよ、ね、いや太っ腹さっていうか、みんなに決心してもらうのはハワイに行くぞっていうことを決心してもらうのであって、僕がする決心は35億だけど、みんなが決心することはハワイに行くぞを決心させるわけでしょ。だからみんなハワイに行くことワクワクするじゃないですか。します、仕事頑張れる。そうでしょ。だからみんなに決心してもらうのは、うん、ハワイに行くぞ決心してもらう。だから僕ね、そういうふうに自分の決めたことを社員がモチベーションできるためには一つなんかあの翻訳しないといけないんですよ。うん、決心を続けさせるためには、ワクワクするようなことをね、そう自分に対しても、ね、うん、自分に対しても同じだけど、うんうん、ね、あの英子ちゃんのブログの最後のダイエット明日からするぞっていうのは、うん、ダイエットした結果どうなるんだって、そうよ英子ちゃん、ね、ナイスバディになって、うん、あのドレスを着るぞみたいな、それをつけよう今度からね、そうしたらワクワク、でも本当発想の転換っていうかね、ちょっと一つ加えるだけで変わってきますよね。あの結果これがワクワクするということを決心するんです。うーん、決心というのは素晴らしい、
もうちょっとだけどころか気持ちをよく切り替えてくれる、なんかあの説法を聞きに行ってるようなそんな気分になります。だから経営者としてはその自分のワクワクすることを翻訳して従業員にワクワクさせる何か違うあの翻訳をしないといけないっていうことなんですよね。そうすると従業員みんながワクワクして社長の決心が長続きする、もうそれが達成しようと会社全員がそういうふうに思えるっていうのがちょっとだけいい話ですね今日の。ちょっとだけじゃなかったけどね。清松総合鉄鋼株式会社は社長がワクワクをたくさん用意してくれてるから社員の皆さんあれだけいい笑顔で働いてるんでしょうね。そうですかね、はい、もう英子ちゃんも今度からブログの最後はワクワクすること一つ付け加えてください。はい、今回もちょっとだけいい話、結構いい話聞けましたね。次回もちょっとだけいい話楽しみにしています。はい、はい、今日のゲストは清松総合鉄鋼株式会社から清松社長にお越しいただきました。社長ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。ごきげんよう。おしゃべりでサタデー。家を作る時の会社選びの基準って何ですか？きちんと要望を聞いてくれる会社、それとも実績、価格、それ全部大分県総合生協なら全て満足します。大分県総合生協はより快適な住まいをより安くをモットーに、今日までに55年、およそ4100戸の実績、生活協同組合住まいの生協の住宅なので高断熱で安全安心、しかもフリープラン完全自由設計でも価格はリーズナブル、ずっと残したい家、快適な住まいをお届けいたします。新築から建て替えまで注文住宅はもちろん、土地の取得など不動産に関することなら何でもお気軽にご相談ください。現在大分市と別府市で分譲地をご案内中、ホームページもあります。詳しくは大分県総合生協住宅で検索、またはフリーダイヤル 0120-557-887 0120-557-887。 家を建てるなら住まいの生協、大分県総合生協までお気軽にご相談ください。おしゃべりーぜサタデー。ここで T ジョイパークプレイス大分からプレゼントのお知らせです。番組の感想、私たちへの質問、または出演ゲストに対する感想や質問などなど番組宛にメールしてください。送ってくださった方の中から抽選で毎週2名様に T ジョイパークプレイス大分より映画鑑賞券をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。清松総合鉄鋼株、会社は明るく社長は男、清松総合鉄鋼株、機械は最新、社屋は斬新、清松総合鉄鋼株、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、清松総合鉄鋼株、さあ一緒に働こう。大分県総合生協が作る家は住まいの生協だから安心、高断熱、しかもフリープラン完全自由設計、ずっと残したい家づくりをご提案します。創業55年、およそ4100戸の実績、家を建てるなら住まいの生協、大分県総合生協で検索。素敵な映画に出会うことは新しい色の絵の具を手に入れることだ。それは普段は使わなかったり、すでに持っている色と似ているかもしれない。時には持っていることすら忘れてしまうかもしれないが、でも確かに持っている。あなたの中に新しい彩りを、 T ジョイパークプレイス大分。おしゃべりでサタデー。という間にエンディングのお時間となりました。今日はね、清松社長が来てくださっていっ
ぱいお土産もらいましたね。もうあの私たちあのお土産を楽しんでるだけで韓国に旅行に行った気分になれますよね。いやあの帰った私を見て韓国行ってきたのって家族が言うくらいの量のお土産もらいましたが、優しいね。キムチがあったり、うん、韓国海苔があったり、マッコリもあったし、ね、あとカタツムリクリームとかね。まあ、多分綺麗になれると思います私たち。確かにほら韓国の女性って肌がすごい綺麗っていうの、あれはやっぱりキムチ効果とか辛いもの食べてるからとか、ね、乳酸菌効果があると思います、ね、あるんだよね。なんかキムチはあの夜ご飯特に寝る前にちょっと食べると、うん、安眠できるっていうのを私、安眠も刺激的な味なのに、なんかね安眠できるっていうのをテレビで見たことがありますし、でやっぱり韓国といえばねパック、うん、もうパック安いパックでいいから朝晩ちゃんと毎日するといいって言いますよね。言いますね。ちゃんとやってます？やってない。私できるだけあのやってます。気が向いた時しかやんないんですよね。特にほらこれから紫外線がどんどん強くなってくる季節なので、うん、特にね乾燥を防ぐためと、ね、やっぱちょっと日に当たったらパックをするだけであのクールダウンできて日焼け止め防止ホテルを取ってくれるっていうので、ぜひぜひ皆さん。わかりました。私もあやこちゃんみたいに毎朝毎晩頑張ります。言っても半分ぐらいできてないですけど、ね、言うだけただなので、うん、やりたいという思いはありますので、はい、一緒に実践していけるように皆さん綺麗になれるように頑張っていきましょう、はい、ということでおしゃべりーズサタデー今週はここまでです。お相手は田口英子と米澤優香でした。それではまた来週。この番組は女性のための女性専用ホットヨガスタジオスタジオティピー、踏み間違い防止機能がついた新型カローラ登場、トヨタカローラ大分、大分市元町フォルクスワーゲン大分中央、信頼のファブ清町総合鉄鋼株式会社、 T ジョイパークプレイス大分の提供でお送りしました。